はい、知床です。前回ね、お金稼ぎしてましたけどね、今回もお金稼ぎですね。今回でね、お金稼ぎが最後になるのかな。で、次からはここら辺進行して先進んでいきましょう。はい、今回お金稼ぎの最後ですね。ここやっていきます。まあ、ベストメンバーですよね、これ。ベストメンバーではないかベストな構成ですよね。盾1人、弓1人、槍2人やっていきましょう。はい、これね、難関ですよ。クソ入り組んでるし、平坦でやりづらいしね。あー、弓来るんだね。弓2個。いや、こういう構成で来るとクソめんどくせえな。どっか捨てるか。縦で行くしかない。行くしかない。あれどうするかだよな。弓でも先に配置して撃ち殺す感じにする。槍ここ、でもこれぐらいしかないよね。もう損傷損もするのはね、覚悟の上。あ、槍2人だった。やっちゃった。あ、詰んだな、これ。こっちだな。ウェイ、1人ずつやられてる。この辺に配置するか。戻して、一人ずつなくしたね今まあ無駄なミスをやっちゃいましたね。うわ、めっちゃ死ぬ。次来てんのがジャベリン。ジャベリン3ですよ、人数。ジャベリン兵ね、やばそう、やばそう。もう引いとこ。突進ってどこまで行けたっけ。 3方向だよね。だから1個ずらして突進ズーンって感じか。 OK。 んこれ違うか。ここか。むっちゃ消耗したな、これ。勝てんのかな。うわぁ、弓ばっかり。絶対勝てねえ、これ。出てくる敵もね、ランダムですからね。このマップだからこういう構成で来るとかがないからね、対策立てられないんだよね。オッケー、突進。逃げられた。あ、そっち行っちゃう。そうだよな。よくよく考えればそうしかないよな。弓どこよ。うわ、きついね、これ。めちゃめちゃきついね。雨降らす作戦にしとくか。これも死ぬ、死ぬ、ダメ、返す。死んじゃう、死んじゃう。一匹抜けてくるかな、これ。うわ、もう、なんておかしいでしょ。奴らの来る量やばすぎだよ。OK。 どこ来る。弓も行け。あー、違うか。この辺なのか。これ縦減ったらやばいね。積むね。今ギリギリ耐えてるけど、縦いなくなったら積むな。逃げられないようにしとくか。順調順調。イマジン聞いとこう。
いや、最後の手裏来たか、ここで。やっちゃったなあ。いけるいけるいける。オッケーオッケー、いけたいけた。どうするか、どこで守る？ここで守る。完璧ですね。どこに上陸するかな。ここかな。ちょっとおかしくなってたけど、こうね、これね。雨が使える。上陸したら真っ先に使うぞ。突進も使えるんだよな。あー、引っかかるか。雨だね。あ、来た。雨を。こっか。走れ。イエーイ。いやー、弓の序盤やばかったね。負けるかと思ったわ。いや、家に入れるタイミングバッチリでしたね。よかったよかった。槍鍛えていこう。よし。いや、槍じゃない。弓鍛えるべきだった。俺、何やってたんだ。いや、いいのか。弓はね、一人、もう20になったからね。そうだそうだ、大丈夫だ。槍だった。オッケーオッケーオッケー。あー、よかった。ふぅ。はい、次ですね。ここ、やっていこうと思います。またですね、次回よろしくお願いします。ありがとうございました。